上流から見た折橋折橋は、宮城県仙台市青葉区にある橋である。広瀬川にかかり、市道よどみ橋通り線を通す。古くは、よど橋とも言った。北の国道48号と南の川内地区を結ぶ、位置にある。幅12.6メートル、長さ137メートルの、単純合成後半桁橋である。仙台城下町海付近には、 折橋の位置に橋はなかった。ただし、やや下流に長谷倉橋が架けられており、左岸の仙台中町段91にある長谷倉町に北詰北詰があり、右岸の仙台下町段92にある川内明神横町に南詰南詰があって、両者の間をつないでいた。しかし、元禄7年8月3日に、大水で流されてしまった。すると、場所を、 上流側に移して折橋が架けられることになった。江戸時代の地市には、元禄8年8月半ば頃に工事を始め、9月半ばに竣工したとあるが、伊達治や記録には元禄7年10月3日に、折橋命名の記事があり、この年の建造とする説もある。北岸では、橋の建設に伴って、中町段91と下町段91のえくり沢左岸との間に、 坂道が建設されて新坂と命名された。新坂に接続する中町団急の南北道は、新坂2と命名され、他方、新坂に接続する下町団急の広瀬川佐岸沿いの東西道はえくり、沢右岸から折京北詰まで折町と称した。以降、江戸時代を通じて、川内から広瀬川を渡る橋は大橋、中の瀬橋とこの折橋の三つしかなかった。 半島局が持つ五王様副町によれば長さ四十六件、幅二軒半あった。安永七年頃に書かれた残月台本荒萩という知史によれば橋町十三件、幅三軒半あった。天保四年の五条下町割絵図には淀橋の名称で右岸の川内から中洲までの橋として描かれており、中洲と左岸との間には橋は描かれていない。 北側の古い兄弟折橋は1892年10月に鉄の橋に架け替えられた。同じ年に架け替えられた大橋と共にベルギーからの輸入連鉄で作られたトラス橋である。トラスの上を路面として鉄骨構造を通行人に見せない上地式で下地式の大橋と対象を成した。橋脚はレンガ造りで所を、花崗岩で補強したもので、橋面は木の板であった。 長さは130メートル、幅5.5メートルあった。工費は87,900円で、宮城県の県費と国庫補助を当てた。明治時代に大橋と折橋は、広瀬川の二大鉄橋と言われた。位置は、現在の橋のやや上流にあり、左岸側の北詰北詰は、下町段丘の1から3と、段丘崖が作る複雑な地形となっている。 各五郎亭東端付近に土盛りして作ったようである。右岸側の南爪南爪は、現在の折橋南爪の西隣である。現在も、両側の橋台や一部の橋脚が残っている。現在の橋は6731万円をかけて1961年11月27日に開通した。幅12メートル、長さ137メートルの連続桁橋である。 1984年に付近で生後間もないと見られるアシカ類の全身化石が見つかった。南側、川上の岸は崖になっており、海化石を含む竜の口層が露出する。橋から二甲側の地域を川内淀見橋通りと言い,い、なお計画院側を折町と称していたが、住居表示施行により、1967年11月1日に、 なお、慶学院体育館側を、角五郎一丁目に、1970年2月1日に、校舎側を、広瀬町にそれぞれ解消した。折橋は、仙台二校となお、慶学院、宮和目高、ドミニコ学院といった、女子校地区を結ぶ、唯一の橋であるため、二校生の間では、ロマンス街道と呼ばれていた。大木坂近くの淀橋通り橋南詰めに、 淀見橋通りバス停がある。現在は宮城交通と仙台市営バスの路線があるが、前世紀に比べて本数は激減している。特に東仙台営業所、広瀬通一番町線は1日1往復しかないが、以前は折り順間線といい、日中毎時4本の運行だった。系統の仙台駅集中施策により、通学対策路線に特化して、その路線名は消えた。 現在でも東北大学、西梁キャンパスと東大宇宙キャンパスの相互を連絡する唯一の路線であると同時に、旧京大附属小学校、附属中学校、仙台2校、宮城1校、なお、慶中、高、ドミニコ小、高の通学路線として、児童、生徒を輸送している。ありがとうございます。